アンドレ・ジー・ニョコとアンドレ・フランシスコ・ウィリアムス・ロチャ・ダ・シルバはブラジル・ミナス・ジェライス州出身のサッカー選手である。ポジションはミッドフィールダー。クルーベ・ドレモのユース出身でそのままプロ昇格し、2007年にプロ初出場を果たした。パラナ州選手権に参戦し、17試合に得点の活躍を挙げ、リーグ制覇を成し遂げた。 その後、コリンチャンスに移籍する者の,の出場機会は乏しく、グアラに、パウリスタと渡り歩いた。パウリスタ FC 在籍中の2009年には中華、人民共和国の甲州緑城に、レンタル移籍をした。その後、ブラジルに戻りモジミリン、カタンドゥベンセに在籍した。2010年から2011年にかけては、ハンガリーのフェレンツバーロシュに移籍した。 2010年の夏にこのチームで数試合の親善試合を経ての加入であった。当初の契約は2年契約でさらに1年のオプションという形であったが、2011年夏に彼の芳しくないコンディションを踏まえ、契約の質を落としたものをクラブに提示された。彼はこれを拒否し、クラブから去ることとなった。2012年にはマレーシアのジョホール FA に加入した。 ジョホール FA では、マレーシアカップへの出場に大きく貢献した。翌2013年4月には、同じジョホールバルを本拠地とする同国の、強豪ジョホールサザンタイガースに移籍した。この移籍は、両方のクラブの所有者が同一であったことから容易になされた。2013年には、リトアニアの VMFD ジャルギリスに移籍した。2014年になると、ブラジルに帰り、 アメリカ RN に加入した。2015年2月にはインドネシアのバリトプテラに加入し、背番号10番をつけた。彼のデビュー戦となったのは2015年4月7日に行われたインドネシアスーパーリーグのアレマクロノス戦であった。しかし、わずか2試合の出場で同クラブを退団した。2015年5月にはスーダンのあるヒラル・オムドルマンに加入。 6月27日の TP マゼンベトのカフ、チャンピオンズリーグ2015の試合で初出場を果たした。2015年12月には、再びマレーシアに戻り PDRMFA に加入した。